皆さんおはようございます。パンピンナップジャパン公認デモンストレーターのウェラードサトミです。スタート時間よりちょっと早くスタートしています。こうするとですね、おそらく時間ちょっきりに合わせていただいた方が、あ、やってるやってるっていう感じで見れると思うんですね。実際ですね、ライブといってもほんまちょっとね、タイムラグがあるんですよ。なので、ちょっと早めにね、スタートするようにしています。1ヶ月、あっという間に経ってしまいました。前回のお買い物プレゼントを発表してから、すでに、もうほぼ1ヶ月ということですよね。もう信じられないぐらい早いんですけれども、シドニーはですね、このも本当に1週間、2週間の間に、すっかり、まあ春なんですけど、冬は終わって春なんですけれども、見てください、この完璧に夏の格好。なんか、春、あんまり春って感じじゃなくて、すぐね、初夏になっちゃうんですよね、こちらね。ということで、もうすでにね、こんな涼しい格好をしているんですけれども、早速ですね、10月からのお買い物プレゼントの内容を発表したいと思います。今回もですね、3種類のキットをご用意しました。そしてですね、一部、前回と同様、キャリーオーバーということで、前回のですね、9月でご提供しているキット1、こちらです。ちょっと私が自分でメモってたりしますけれども、こちらのキット1はそのままキャリーオーバーで、キット1という形で今月もご提供していきたいと思います。これもですね、すごく人気がありまして、Facebook の方に載せたんですけれども、9月のですね、買い物キットの人気投票というか、ひそかに私が勝手にご希望数をつけてましたら、圧倒的にですね、圧倒的にというか、これが3種類キットだったんですけども、1と3がね、結構人気で、本当に数票差でこの2が、キャットが続いてるって感じだったんですが、こちらはですね、8月からキャリーオーバーしてるにもかかわらず、今月も非常に大健闘第1位ということで、勝手になんですけれども、このペインテッドハーペストはこれまでのお買い物キットの中の、人気の中でナンバーワンではないでしょうかという感じで、ちょっと余談でしたけれども、こちらが10月のキット1ということでキャリーオーバーしていきます。はい、ということで10月から新しくご提供するですね、キットはキット2、3というのはこちらでございます。じゃじゃーん。はい、いつもだいたいお試しキット的にしているので、何か新しいものをね、ちょっとこうデザイナーシリーズタイプを中心に試していただく内容にしているんですが、キット2はクリスマスアラウンザワールドがお試しできる、デザイナーシリーズペーパーですね。がお試しできるキットにしています。まず、デザイナーシリーズペーパーですね。6枚あります。はい。全部3インチ3インチにカットしていますので、模様はね、こんな感じということで。いっぱいね、柄がね、入ってて、昨日ご紹介したカードにも私、このデザイナーシリーズペーパー使ってますよね。そして、裏もね、組み合わせて使ってるんですけれども、はい、こんな感じです。なので、表が結構ですね、いろんなエレメントがパパッと細かいものがついていて、裏が、無地のったら変ですけど、無地ではないんですが、クリスマスとは限らなくても結構使えるかなっていうパターンがね、いっぱい入ってるものです。で、これ6種類なんですけれども、1、2、3、4、5枚でしょ ?6 枚をやというとですね、6枚目。裏はこんな風にソリッドなんですけれども、表がですね、こういった形で、
ミニラベルみたいになってるんですね。なのでこれを3インチ3インチにこうカットしてしまうと、こういう風にね、半分切れたりなんかして、ちょっとなっていう、自分的にちょっとねと思ったので、今回はですね、ちょっと変則なんですが、こんな風に1パックに1セットに2つずつラベルが入るように、ちょっとこんな風にラフに切ったものを、入れました。ですのでお手元に届きましたらですね、皆さんこんな風に周りをチョキチョキチョキっとね切っていただいて、こういったカードの上にポンポンと載せてミニカードにしてみてください。英語バージョンなのか、ドイツ語なのか、フレンチ、フランス語なのか、オランダ語なのかというのはね、どれがいくのかわからないんですけれども、どれもみんなクリスマスにちなんだ意味なので、まあクリスマスのミニカードに使っていただくといいんじゃないかと思います。そしてまた例によって大人気の、3と4分の3、インチ四方の、オールドオリーブのカードに、それから、ここねカットすると端が絶対できるんですね。なのでこれもちょっといつもリボン的につけています。そしてこんな風に、こんな風にして、そしてセンチメント、またスターバースト、これをね、ほらもうこれで出来上がりという感じです。でお手持ちの他のカードでもね、こういったものを切り取っていただいて作っていただけるといいんじゃないでしょうか。こちらがですね、キット2の5000円お買い物、キットになります。次、1万円お買い上げされますと、こちらキットにはこれ全部に加えてこちらが追加となります。じゃじゃーん。これはですね、クリスマスアランダワールドの大カットがね、素敵なんですよね。レディーフォークリスマスじゃなくて、なんか自分でカットしといてちょっと忘れましたっていう感じなんですけれども、街灯のもう勝手に、はい、これです。クリスマスランプポスト陳列、こちらのですね、台の中からちょっとお試しで街灯の台をですねつけました。ベースカード、こちらもオールドオリーブと同じサイズのものがプールパーティーで1個ついてます。そしてこのランプポストですね、ソフトスウェードで大カットしたもの、全部の大カットの見本じゃないんですけど、まあ一応こんなね、ちょっと街灯の台ってどうなってんのって思ってる方結構いらっしゃると思うんですよね。なのでちょっと街灯の部分だけこんな風にねつなげれるんですよということで、でこっち向きのもこっち向きのもね、このなんていうんですか、これ多分こういうことですね。私ちょっといつも反対に置いちゃうんですけど、こういうことですねきっとね。ここにほら商店街のよくこういうのに面下がって、なんていうんですか、こういうチラシじゃなくって、なんか旗じゃなくって、なんかね商店街のありますよね、わかりますよね、皆さん言って言いたいこと、私がそれをですねつなげていただけるように、まあこっち向きもこっち向きもいけるようにしたのと、それからこんな風に旗というかフラッグというかね、これはコーディネートしたスタンプあるんですけれども、お手持ちのねこれぐらいのサイズのスタンプって結構あると思うんですよ。なのでまずそこでサイズ感なんかこんな風に試していただいて、作っていただいてもいいですし、もう一個ベリーバニラでも、スターバーストのラベルつけました。というのは1万円キットの方これ全部入ってるんですよね。このデザイナーシリーズペーパー1枚にです、1パックにですね、ベースがウィスパーホワイトのものと、それからベリーバニラのものと両方入ってるんですよね。なので例えばこれを使われた時はこんな風にしていただくとバッチリコーディネート、そしてこれを使った時は今度はこっちの、ベリーバニラを使うと完璧コーディネートみたいな感じでね、ちょっと遊んでいただきたいなと思ったんですね。あとはこちらもこんな風に街灯にくっつけなくても、もうこれだけでこんな風にしてなんかセンチメントをしてもいいんじゃないですかね。可愛いと思いますよ。そしてはい、このウッドエレメントですね、このクリスマスアランザワールドのスイートにはこういった形でウッドのエンベリッシュメントも含まれているんですけれども、実際はですね形が、3種類あるんですよね。
これです。見えますかしら、ちゃんと入ってますかしら画面に。はい、あ、久しぶりですね。4種類ですね。ちっちゃいプレゼントと、それからちっちゃいリボン、そして、あ、違った3つでよかったと、それからくるみ割り人形の兵隊さん、3種類です。なのでこのうちのどれか1つをですね、見本ということで1万円キットの方にはお付けしてますね。こんな風に重ねていただいてもいいですしね。もう皆さんの豊富な想像力をバンバン使っていただいて、素敵な作品を作っていただけると嬉しいなと思います。これが1万円キットです。さらに1万5000円になりますと、キット2はちょっとね、変わった箱が作れるものを、まあ、あらかじめもうあと組み立てるだけにして用意しました。これエンベロープパンチボードで作ってるんですけれども、組み立てていくとですね、ちょっとあらかじめ別紙で組み立ててるのがあるんですが、こんな風にね、ミニボックス、ミニカードがちょうど入るのにちょうどいいサイズの、ほらほらほら、こういう箱になるんですよ。かわいいでしょ。で、これちょうどね、3インチ3インチのカードがね、ぴったりなんですね、サイズ的に。ほら。で、ということで3インチ3インチのベリーバニラのカードも1万5000円付けました。そしてミニ封筒も付けました。ただし、ミニ封筒がですね、本当にきっちり、箱のサイズきっちりなんですね、これね。なので、箱をね、もしこの中にこの封筒を入れて何かっていうことであれば、この箱を貼り合わせるときに、若干、ほんの 0.0 コンマ何ミリ、ちょっと、外側に、このように外側に貼っていただくと、ちゃんと封筒も入りますっていう感じで、ついてるのはグレーじゃないですよ。こちらのリアルレッドの方でお付けします。そしてこの箱をですね、組み立てていただいたら、あと飾っていただけるように、クリスマスアランサワールドのスイートに入っている、こちらの、リアルレッドのですね、細い8分の1のリボンもつけてます。さらに、おまけ、こちらシルバー、このメタリックの細いリボン、これも同じ8分の1のサイズなんですけれども、キラキラしているんですよね。そしてこれ実際は、ゴールドもあります。なので、キットはですね、必ずしもこれシルバーだけとは限りません。ゴールドバージョンが入ってくる可能性もあります。そして、シルバーの方には、じゃじゃーん！このシルバーのミニ棒をセットでお付けします。そして、ゴールドバージョンがお手元に届いた方は、ちゃんとゴールドのミニ棒が来ますよ。なので、イメージとしてはこれをですね、こんな風に全部組み立てていただいて、上になんかこんな風にね、飾っていただけたらいいなと思って、この部品をお付けしました。ということで、こちらがですね、キットその2のフルキットという形になります。はい、続いてはもうだからね、これだけじゃないんですよ。キット3もあるんですね。キット3も今月から新しくスタートしたものになります。はい。こちらがキット3。キット3はクリスマスキルトお試しバージョンとなっております。はい。5000円キットはガーデングリーンの同じく3と4分の3インチ四方のカード。そしてで、まあ、この余った部分なんですけれども、そしてですね、クリスマスキルトのパターンですね。クリスマスキルトのコーディネートしているデザイナーシリーズペーパーは 6×6 インチになるので、全部でですね、12種類24パターンあるんですね。なので5000円の方にはまずは最初の6枚、つまり裏表で12パターンなんですけど、つけています。そして今回はですね、5000円の場合はこのパターンっていうのを結構決めてあります。この4枚に関してはもしかしたら、
キットによっては変わっ違う方が入ってるかもしれないんですが、この部分はですね、必ず5000円のキットに入れておきます。というのは、ここをまずカットしていただいて、これ台と同じサイズなんですね。なので、台がですね、どれくらいのサイズかを見ていただける、感じていただくこともできますし、はい、部品としてですね、これ4分の3インチだったかな、のサークルでカットアウトしたものつけてるんですね。なのでこんな風にね、ちょっとね、なんか組み合わせて使っていただけたらいいなと思って、これちょっとつけているので、必ずこのパターンは入ってきます。そしてデュエットパンチのね、こうやってフラッグみたいになってる、これをもうね、このキットにはちょっとつけました。なのでまだデュエットパンチをお持ちでない方はね、これ2つレッドなのでもう1個あるんですけれども、1つのパターンはこんな風になってるんだなっていうのをちょっとね、感じていただけたらいいと思います。これが5000円バージョンです。そしてキット3の、1万円バージョンはどうなるかというと、1万円バージョンとなんかこんがらがってきました。1万円バージョンはどっちだったかなどっちだったかなって感じなんですけど、はい、これです、これです。はい、1万円バージョン、残りのこの6パターンがついてきます。なので今回ですね、1万円バージョンとそれから5000円バージョンのパターンっていうのをちょっとね、意識して分けてるんですね。というのは、お付けしているカードストックをコーディネートしたかったので、はい、5000円バージョンはですね、タグを作っていただけるような雰囲気をちょっとイメージしてみました。ということで、タグ自体はですね、こんな風に、レモンライムツイストで、すでにタグトッパーパンチでカットしたものをね、つけています。そしてこのタグをデコレーションできるようにリボンもつけました。こちらはですね、クリスマス、キリッタとクリスマススイートにコーディネートしてリボンなので、もうバッチリコーディネートするんですよね、こちらとね。そしてこんな風に、ラベルにする場合のエブリデイラベルパンチで抜いたものもつけました。そして、はい、ここでミトン登場。キルテッドクリスマスとミトンってもう私両方一緒に使ってくださいねってもうすごい思ってるので、今回おかまのキットも両方ね、実はね、混ぜてみたんですね。でですね、このちっちゃいミトンをこの1万円キットの方でアクセサリーとしてつけてます。ほら、もうサイズ的にほらほらほら、飾るのにタグにもうぴったりでしょう。そして、まあタグだけでは面白くないので、3131のミニカードと、それからそれにね、コーディネートしたミニ封筒も1万円にはついてます。なので1万円キットの方はこれ全部入ります。次にキットさんのフルキットはですね、じゃじゃーん、またこちらにも、プールパーティーの、3と4分の3インチ四方の、こんな風にベースカードをつけています。なので、こちらもついています。で、これはですね、本当にキルテッドクリスマスなんですけれども、アンドミトンも一緒に合わせてるキットなんですね。なので1万5000円の方にはもうこれも全部ペーパーもつきますし、さらにこのキルトでこんな風に大カットしたらどのサイズっていうのをちょっと体験していただきたく、キルト台の一部をつけました。なのでこんな風にほら、サイズバッチリでしょ、重ねてください。そしてですね、せっかくカットしたらこういう風にですね、まあ余りというかこういうところが出るんですよ。なのでこれもね、時々こんな風に貼ったりしたりして使っていただけるかなと思って、全部、はい、つけときます。余分なところも遊んでください。これでひし形なので、プラス、はい、糸巻きちゃんもね、ほら、タグにもつけれるし、ここに貼ってもいいし、で、糸巻きといえば、やっぱり、針がないとダメですよね。この細い針がどれだけ細いのかを感じていただきたくて、思わずつけました。針と糸はセットです。そして、ミトン。
ミトンですね、こちらとお揃いにしてます。レモンライムツイストとそれからリアルレッド重ねていただいても大丈夫ですし、両方リアルレッドなので、ほらチビミトンとでかいミトン両方こんな風にね組み合わせていただけるといいんじゃないでしょうか。さらにエンペリシメントもう一個ついてます。これもですね、キリタとクリスマスのアクセサリーの中のフェルトエンペリシメントなんですけども、3種類ありますが、このうちのどれか一つをお試しということでつけています。なのでスターになるのか、このねクリスマスベリーになるのか、このツリーみたいな三角になるのかは、そのお受け取りのキットによってちょっと違いますという形になりますね。はい、ということでこちらがですね、キット3のフルキットということで、10月のお買い物キットの内容をは以上となります。詳しくは、まとめたものはね、ブログの方に載せておきますので、また後ほどね、何だったっけと思ったらブログの方を見てください。ではちょっとここをきれいにして、部品がなくならないようにして、はい、10月そして11月のオンラインクラスの指定セットのご紹介です。すでに、11月は何なんですかって結構お問い合わせをいただいてるんですけど、もうちょっとお待ちくださいって待って、お待たせいたしました。ということで、じゃじゃーん、じゃじゃーん、はい、10月もですね、指定セット2つあります。2つあるからといって両方ゲットしないと、オンラインクラスやれないのっていうことではないんですよ。どっちか1個でいいんです。でも組み合わせたバージョンになるのでね、できれば2つある方が全く同じ通りに再現できるという形になるんですけれども、クリスマスキルト、それからスミットミトン、それぞれですね、コーディネートした台がありますよね。キルトビルダー、それからメニーミトンズということで、オンラインクラス、10月のオンラインクラスの受講資格は、クリスマスキルトのスタンプセットを買う、またはキルトビルダーフレームレッツ台を買う、またはこれバンドル、またはスミットミトのスタンプセットだけ、またはメニーミトンの台だけ、またはバンドル、もう両方買っていただいてもいいんですけども、要はこの4つのうちどれか1つをお買い物の中に入れていただければオンラインクラスをお送りいたします。そしてこれを全くお買い上げされなくても、お好きなスタンプセットをどれでも、スタンプセットしなくてもいいです、お好きなものをどれでも5000円以上私のオンラインストアからオーダーしていただければ、こちらの指定スタンプを購入されなくてもオンラインクラスを受講することはできますよ。なのでお好きなものでね、受講していただいて、そして違うスタンプでもね、再現できるようなプロジェクトになってますので、幅広く楽しんでいただけます。以上が10月でした。次、11月のオンラインクラスはこちら、 Ready for Christmas セットが11月の指定となります。いつもですね、スタンプセットだけでも大丈夫ですよって言ってるんですけれども、この11月に限ってはもうできればぜひバンドルでゲットしてください。もう大が大活躍のプロジェクトを、大が大活躍で私はあれではないんですけれども、大活躍のプロジェクトを企画してますので、これはぜひ両方ねあった方がいいと思います。でももちろんレディーフォークリスマスだけ、またはこのね、階段の台、ステアケース台だけ、クリスマスステアケースだけでもいいですし、もちろん、両方でも大丈夫です。こちらを、購入された方ですね、11月のオンラインクラスはこちらが主体、指定セットとなっています。で、11月はですね、もう一個すでにご紹介したこちらの年賀状デザインオンラインクラスというのを別に始まるんですね。なので、11月も基本的にちょっと2つセットって感じ、2つ指定セットがあるって感じなんですが、こちらを購入されても、
年賀状用のこのニューイヤーセレブレーション、これはですね、このスタンプセットだけをフォーカスしたオンラインクラスとなりますので、ニューイヤーセレブレーションをお買い上げでない方にはこちらはついてきません。ですか？こちらをお買い上げになった方は必ずもちろんニューイヤーセレブレーションがついてくるんですけれども、ニューイヤーセレブレーションのセットを購入されて、さらに合計金額が5000円になっていると、このオンラインクラス&通常の11月のオンラインクラスもついてきます。ですか？ですが、こちらのレディーフォークリスマス、またはこちらのね、通常のオンラインクラスをお買い上げになった、または5000円以上お買い物になったという方は、通常のこちらのレディーフォークリスマスの11月のオンラインクラスしかついてきません。これはもう年賀状のデザインに特化しているというか、まあ、このスタンプセットに特化しているので、こちらをお買い上げになって5000円になっても、ニューイヤーセレブレーションのスタンプをお買い上げになっていなければこちらのクラスはついてこないです。なので、まあ、ニューイヤーセレブレーションのセットを買われて、それがまたそれを含むものが5000円以上になれば、実はこっちもついてきちゃうので、結構こちらのオンラインクラス、こちらのスタンプセットのオンラインクラス、お得といえばお得なんですよね。もちろん11月のお買い物プレゼントもつきます。はい、ということでですね、比較的私にしては、お伝えする内容が豊富だったにもかかわらず、さっさかさっさかいけたかなという感じなんですけれども、以上がですね、10月のお買い物プレゼント、そして10月11月のオンラインクラスの指定スタンプセットの発表でした。詳しくまとめたものはブログの方に、掲載しますのでね、ぜひ そちらもご覧いただいて、ちょっと復習してみてください。では皆さん、今日も一日、いいクラフトデーをお過ごしくださいね。 Thanks for watching! Happy Stamping!